地をですね拾いに行こうじゃないかというようなことで、今日は石拾いでございます。この天気が気になるところでございますけども、どうにか昼頃まではというようなことで、まあまあ早くなるとか早くしたいなというところでございます。石ということと、なかなか宮川にはないというようなことで、2000個ですね、桜木町も買わさせていただきまして、そこの稲荷さんの横にですね、法案というようなことで、置いて、ございますけども、それでばっかりではいかんと、皆さん方が宮川で拾っていただいた石もなければというようなことでございますので、なかなか石がないないとは言うてますけども、1人当たり2つでも5つでも集めていただいたらいいんじゃないかというようなことでございます。今日も赤い旗、青い旗を持った方が警備員として、川の方にも5人ほどこう散らばりますんで、子どもがですね川の方へ水の方へ近づかんように、見張ってはおりますけども、保護者の方は特にそこら辺りを気をつけてですね、やっていただければというお願いでございます。警備係は浅野さんと田込さん、見えますかね、それから寺田明さん、から森下則さん、それから岡野さん、こういう方に、警備をやっていただくと、青い旗、赤い旗がございますので、それを持って、警備をしながら石も拾っていただきたいということで、ございます。それからバスなんですけども、バスはこれや後というようなことで言うておったんですけども、この連休中の交通の都合とかですね、道幅とか台数とかいうことで、向こうの方がですねそこへつけることはちょっとできないというようなご連絡が入りまして、ここずっと坂を下りまして、猿田彦神社の裏をですね、すり抜けて三幸道路へ出たあたりに、付けさせてもらうということでございますので、これから皆さん方ですね、旗を持った人を先頭にですね、歩いていただいて、行っていただきたいというようなことでございますので、よろしくお願いします。そういうことでございます。一応10時出発というふうになってますので、今からぼつぼつ歩いていただければちょうどいいんじゃないかというところでございます。はい、それではそういうことでございますので、出発のほどよろしくお願いいたします。これは落ちすぎる。
たい。これは小さすぎる。ちょっと小さいし、ちょっと色が黒いの。厳しい。厳しいね。あそこで。